完全にこれチョモちゃんの編集の力にかかってますよ。ゲットシート揺れ。タナちゃん見てます。嬉しいです。今日です。ヒューコンプライアンス。アンチコンプライアンスで犯罪言ってんのにめっちゃ守ってるっていう。今、ね、ライブ前なんで、そう久しぶりにね、はい、ちょっと撮影しようと思って、ランチを二人で焼肉ランチをしながら、そうちょっとね最近どうみたいな話をしていこうかなって。ちょっとね離れて暮らすことになって一緒に暮らしてはなかったけどね。まあどうせみたいなもん。まあどうせみたいなもん。まあちょっとねあのゆる動画になりますので、ね、よろしくお願いいたします。お願いします。クルチョモチャンネル。じゃあ、はい、いただきましょうか。サネちゃんからね。いただきます。安楽亭というね、かの有名な焼肉屋に、埼玉の植民地と言われている。焼いていきますよ。いいね。クルチョモのイベントじゃないのにペペティーノ。ね、それ撮影すると思ったから。ああなるほど。気合がみちみちで。これをチョモちゃんに来んない。これコメントはこれでも入れてるで。どうするのが正解なんだ。まあ確かにそっちだといいね。難しいね。この両方一緒にやるの。あ、そっか。そうだね。ノーパンできてる。ノーパンは昨日の俺の配信やね。あ、そうだ。うまい。いただきまーす。最近どうなの？ZV1 今日ね、帰り来ようかと思ってたわけで、あ、そうなんや、うん、うまっ。侮ってたな、ファミリーバルキー。ファミリーバルキー、うまっ。コントロール行かせていただきますね。コントロールはスーパーで買えるから、うん、家で焼いて食ってみたら、うん、全然美味しくて、本当は全然家でできんなって思ってたんですけど、コントロール頼んでもらってる。でも好きなんだ。結局俺、アジテイトさんに出ずに危険しちゃうんですよ。京橋にね。京橋に戻るって感じですか。まあもともとその京橋のセブンデイズってとこで働いてたから、よくがブッキングマネージャーとして、うん、だからまあその京橋っていう町にはやっぱねそのゆかりがすごいあるから、京橋ってなんかちょっと名前だけちょっとこうはんなりされてる街にはイメージあるんですけど、スラム街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 。スラム街だそうで、あのどうなんですか、そうなん、まあ、何回か聞いてるかもしれないけど、うん、そのひたちなかに住んで、うん、もう動かないですか。どういうこと、どういうこと。もうしばらくはしてた。まあ しばらくはね、うん、前は近くに住んでて、あの撮影とかまだなんか思いつけばパッとできたんですけど、今はあえて1ヶ月に1回とか。そうだね、うん、2ヶ月に1回とか、なかなかね気軽にパッと撮れたり、うん、いや俺が行けばいいんだけどね、なかなかね遠いからな。電車で行こうとも思ったんですけど、電車でも2時間半ぐらいかかるもんね。2時間半か、うん、まあ、でも北千住から行くんやけどね。あ、そうなんだ、うん、常磐線。あ、いつかね、チョモちゃんがそっちでイベントやるってなったら俺も出ないわけにいかないんだよ。そうね、うん、まあ、そもそもあれやからね、次のクルチョモミーツはもうひたちなかの海やからね。あ、そうだ、みんな追加割りをせなあかんから。クルチョモチャンネル。あれなんか人がみんな優しいな。あ、本当にそう、うん、いい人ばっかな。一昨日海行ってさ、うん、まあ、ちょっとだけ、うん、あくんだけど、うん、屋台とかもちょっとあって、うん、焼き鳥を買おうとかって、うん、なんか屋台がなんか2つ並んでる感じだった、うん、でも中はつながってて、うん、まあ、でも別かなって思ってて、うん、でなんかおっちゃんが座ってて、うん、で焼き鳥をくださいって、うん、そしたらそのなんか隣にはおばちゃんがおって、お姉さんがおって、唐揚げ棒いっぱいって言ったの、お父さんが。うん、あ、こ
これ一緒ですかって言って、おうおう、まあそうですけど、で隣でかき氷って悩むんで、おうおう、じゃあかき氷も一つくださいっつって、はいはい、で多分その俺喋ったニュアンスすぐ気づきあったんかな、うん、お兄さん大阪ですか、おうおう、あそうですっつって、で今年の年収でこっち引っ越してきて、うん、なんでみたいなで、いやもうここの海がすごい好きになっちゃってみたいな、なんでそうなんだ、ほんでなんか、うん、でこっちどうみたいなこと言われたから、うん、あでもだいぶ慣れてきましたし、うん、やっぱもうこの海が近くにあるっていうのは本当にいいですね、うん、みたいな、向こうのなんかあここら辺みんな優しいしねみたいなこと言って、うん、あでもほんまにそれは思います言って、なんか私たちからすると、うん、やっぱ大阪とかやっぱ都会憧れるけどねって言って、うん、いや全然いいですよ日立なんか、うん、めちゃくちゃ好きですって、へえ、いい人、めっちゃいい人だな、んか唐揚げ棒買うだけの恥がちょっと話し込んでもいい、へえ、うわこれたくあんかと思ったら杏仁豆腐や、杏仁豆腐とパンや、カメラ回しときたかったなその時な田舎の子とは親切だよね、うん、まさかね自分がご近所付き合いすると思ってなかったイメージないなと思ったの、そうやろ、うん、隣どんなやつが住んでるかわからんみたいな暮らししかしてこんかったから、うん、足りるかなこれ、俺もねちょっとその問いを自分に追加行こうか、追加 ZV-1 の撮影がおろそかな、めちゃくちゃこっちおろそかまあまあ久しぶりにこう編集でなんなりとっていう、そうだね、なんか行きます、どうしようなあ、でもなんか残しな、この子たち最後やから、ちゃんと一種類ずつ残してると思います、そういうとこある俺いつも先にどっちかなくなるもん、めちゃめちゃ三角食べする人やから豚キムチ丼が、ともちゃんは頼む、どうしようかな、やめとこうかな、マジ全然来るじゃん、頼んでよ、どうしよう、この豚キムチ丼セット食いたいの追加いく空気やね、豚キムチ丼セット来るちょもチャンネルこいつ今タコイチも手足口病おいしい、がっつり出たぞ、僕らを支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。